ドラゴンボール Z 新武道会は、バンダイより2006年4月20日に発売された、プレイステーションポータブル用ゲームソフト。鳥山明原作のテレビアニメ、ドラゴンボール Z を題材にした対戦型格闘ゲーム。プレイステーションポルブル初のドラゴンボールのゲーム作品で、従来の携帯ゲーム機では不可能だったトゥーンレンダリングの採用により、 鳥山明のタッチそのままのキャラクターが滑らかに動く。ドラゴンボールゲーム史上最速を歌い文句にしており、従来のドラゴンボール Z シリーズよりスピーディーなバトルが可能になっている。溜めたきを解放するオーラバーストにより、駆け引きもより高度になりつつも爽快感のあるものになった。物語は劇場版ドラゴンボール Z 復活のフュージョン。 悟空とベジータをモチーフにしており、悪の気により復活したフリーザやセルたちと戦う。ジャネンバやパイクーハンなどのアニメオリジナルキャラクターも登場する。本作の続編である、ドラゴンボール Z 新武道会2が2007年6月7日に発売された。魔導士バビリによって復活した魔人ブーは、孫悟空たちの活躍によって倒された。それから時が流れ、孫悟空。 ピッコロ、ヤムチャ、クリリン、18号たちは、久しぶりに集まりキャンプに行こうとしていた。その時、ゴテンクスが、とてつもない巨大な木を感じた。巨大な木の正体は、あの世で一番強いと言われる、武道家パイクーハンで悟空を探しに来たのだった。パイクーハンと共に地獄に向かった悟空は、異変が起こっていることを知る。人々の邪念が渦を巻き、塊となったのだ。 邪念の塊から生まれた謎の戦士、境狼が邪念場と名付けた、それは超サイヤ人の悟空ですら手を焼くほどの強さを持っていた。一方、地上ではかつてトランクスによって倒されたはずのフリーザが蘇っていた。そればかりでなく、墓場から死者が次々と蘇るという異常事態に街はパニックとなり、さらなる強敵も蘇っていた。再び現れた強敵たちに、 悟空たちはどう立ち向かうのか。さらには空間ばかりか時間までもが歪み、過去のサトル範囲ンやミライトランクスまでタイムスリップしてきてしまう。悟空たちは歪んだ世界を元に戻せるのか。基本的にプレイステーションに専用のソフト、ドラゴンボール Z3 の流れを組んでおり、対戦が闘ゲームのシステムを踏襲している。攻撃により、 相手の体力ゲージをゼロにした方が勝利となる。体力ゲージは3本分あり、最初は緑だがなくなると黄色になり、次にオレンジとなり、オレンジのゲージが全てなくなると敗北となる。ボタンと方向キーの組み合わせで様々な技を出すことができる。体力ゲージの他に気力ゲージがあり、これを消費することで様々な特殊行動や必殺技、変身。 究極技が繰り出せる。気力ゲージは初期状態では3本溜まっており、最大7本までストックすることが可能。相手に攻撃を当てるか、L ボタンの気力ダメで気力ゲージを貯められる。必殺技、究極技のコマンドは全体にシンプルになっており、格闘ゲームの初心者でも簡単に豪快な技を出せる。攻撃には素早い、ラッシュ、威力の大きい、 スマッシュ、気力を消費して、気弾を飛ばす、気候波の3種類がある。ラッシュとスマッシュは連続でボタンを押すことで連続技になり、そこから必殺技を出すことも可能。これらの攻撃は、バツボタンのガードで防ぐことが可能。ガードした場合も、体力ゲージは少しずつ減少する。削りによるダメージは赤いゲージで表現され、 時間とともに少しずつ回復していくが、相手の攻撃がヒットすると一気に赤ゲージがなくなり実際のダメージになってしまう。通常攻撃であれば、敵の攻撃が当たる瞬間にボタンを押すことで、避けになり、削りダメージを受けることなく回避できる。避けはガード硬直もないため、反撃しやすいが、気力ゲージを少しずつ消費。相手の攻撃が、 気候波であった場合に直前にボタンを押すと気候波引きとなりノーダメージで攻撃を受け流すことが可能。最も良いタイミングでボタンを押すと気候波弾き返しとなり向かってきた気候波を相手に向かって弾き返せる。ただしチャージ気候波やカメハメハなどの必殺技、超カメハメハなどの究極技は引くことはできない。相手の攻撃がヒットする瞬間に方向キーを 相手の方向に入れ、同時にボタンを押すことで、見極めができる。気力を3本消費するが、相手の攻撃を、ノーダメージでかわしつつ、相手の背後に移動し、そのまま反撃できる特殊行動。気候破引きが効かない、チャージ気候破やカメハメハやギャリック砲、キエンザンなどの必殺技も回避できるが、ほとんどの究極技には、効果がない。ゴテンクスのスーパーゴースト神風アタックは、 例外的に、見極め可能な究極技。また、必殺技の中にも、孫悟空の気合砲、クリリンの太陽剣など、見極め不能なものが存在する。方向キーをに入れることで画面奥に移動、に入れることで画面手前に移動する。ある程度距離が離れていれば、これで超カメハメハヤキ、窓か列山などの攻撃も、簡単に回避できる。相手に接近した状態でボタンで、 投げとなる。投げは、相手のガードに関係なくダメージを与えることができるが、接近する必要があり、出るまでにわずかに隙があるため、相手が攻撃を出していると簡単に潰されてしまう。また、前の外で投げコマンドを入力していると、投げスカリポーズとなり隙となる。相手が防御を固めている時に、その防御を崩す技として有効。 相手も同時に投げコマンドを押していた場合は投げ抜けとなりノーダメージで互いの距離が開き仕切り直しとなる。溜めたきをオーラバーストボタンで解放すると激しいオーラが体から発せられてパワーアップし様々な特殊行動が可能になる本作の特徴的なシステム。オーラバースト中は気力ゲージを消費する。スマッシュ攻撃、気候波、必殺技、 究極技はいずれもボタンを押しっぱなしにすることで力を止めるチャージ攻撃になる。チャージ攻撃は出るまでに通常より時間がかかるものの威力が上がったりヒット数が上がったり中にはガード不能攻撃になるものもある。チャージ攻撃はチャージ中にボタンか R ボタンを押すことで行動をキャンセルすることができる。これをチャージキャンセルとい,いフェイントや連続技に応用できる。 ラッシュからスマッシュ技のチャージに移行し、すかさずチャージキャンセルし別の連続技に移行することで、連続技キャンセル連続技、さらにそれをキャンセルして必殺技につなげることができる高等テクニック。メトクリティックではアベレージの評価を受けた。ファミツークロスレビューでは8、7、6、7の28点。レビュアーは格闘にスピード感や迫力に、 原作再現へのこだわりがある。駆け引きは楽しめないが、好みのキャラで自由に戦える。末置き機のゲームよりキャラクターは少ないが、選出や演出がよく練られている。ストーリーはキャラが増えるのは楽しい。乱入システムある。通信対戦は操作性がわかりやすいとした一方、戦闘がワンパターンになりがち、ストーリーの展開は強引な点もある。分岐がワンパターン、幕合の寸劇は、 楽しいが、会話だけなのは寂しい。お金の使い道に魅力が欲しかった。ストーリー以外に、じっくり遊べる一人用モードが欲しかったとした。ありがとうございます。